ます。ようこです。今日は9月の29日の金曜日になります。で、私は今現在旅先のモロッコの首都ラバトンにあるマリーナ地域にある、この海の近くにあるアパートメントホテルに滞在して7日目になります。で、今現在朝の8時半なんですけれども、ちょっとねご覧いただけます通り少しね霧が出ていて、曇っているような感じです。で、気温はおそらく15度ぐらいでちょっとね肌寒い感じなんですけれども、でもこれからどんどん日が上がって、よく晴れて、でそれでもう気温も30度近くなるんですね。でこちらに来て7日目になるんですが、もう全く雨なんて降っていません。もうドイツやイギリスとは全然違います。でそれで私はこちらに来て、3日目あたりかな、やはりねちょっと運動を、したいなということで、このアパートメント近くを走ったりとか、でまたすぐねもう15分ぐらいのところに海、大西洋、アトランティックオーションがね ありますのでね、大西洋です。波はねちょっと結構荒いんですけれども、で今の時期でもねまだ海に入れるぐらいなんですね。もう午後になるとすごく暑くなりますので、サーフィンをされている方なんかもいらっしゃいます。で私はこのまだ暑くなる前の朝の時間帯に、ジョギングをして、でまた空手のトレーニングをしていますので、今日は、そちらの様子を皆様にご紹介させていただきたいと思います。もうね全然ね治安もいい地域ですので、私一人、女性一人で、ちょっとねジョギングしたりとか、ビーチに行ってもね全然ねこの安全なエリアになります。ではねどうぞ引き続きご覧ください。9時前なんですけれども、だいぶね空が明るくなってきました。ではこれからこのアパートメントから港、海に向かって走っていきます。舗装されているのでねすごくね走りやすいです。この時間帯同じようにねジョギングされている方なんかもね結構いらっしゃいます。こちら私たちがね利用しているスーパーマーケットになります、ウーエクスプレスです。もうオープンしていますね。9時からだと思います。でマリーナのエリアに行きます。各所にね警備の方立ってらっしゃるのでね本当に安全です。でアパートメントエリアを抜けるとこのようにこの港沿いにはたくさんのカフェとかレストランがね立ち並んでいます。今営業の準備中ということでお掃除とかね皆さんされています。今日はねちょっと本当曇って霧が出ているので、前にこの小さなボートとか船が停泊してるんですけども、あんまりよく見えない状況ですね。わ、先まで見えないでこのプロムナードをねずっと走っていきます。3キロぐらいねずっとこんな感じで海まで続いています。晴れていったらカスバが見えるんですけどもね、海も見えるんですが、ちょっと今日はね結構霧が出ています。霧がかなり深くて全然先の方まで見えないですね。だいぶちょっとね空は明るくなってきましたけれどもね。だいぶ明るくなってきて霧も晴れてきました。サッカーねされている方とか、あとこの1キロぐらいプロムナード、2、3キロですかね、プロムナードが続いてるんですけれども、舗装された道で結構ジョギングされている方々もいらっしゃいます。今ビーチなんですけれども、もう少しちょっとね海側に行きたいなと思うんですが、こちらのエリアには結構ね野良に犬がねいます。全然ねおとなしくて人を襲ったりはしないんですけれどもね、こんな感じで野良犬がね本当に多いです。
ねちょっとねかあの犬に吠えかけられました。びっくり。 3,4 匹がすごい吠えかかってきて、まあ、おそらくこのカメラとステッキを何かしらね武器と思ったのか、もうねもうかなり 3,4 匹に吠えかけられて、もう襲ってこられるかと思ったんですけどもね、大丈夫でした。いやちょっとねやっぱりね気をつけたいと思いますね。
ということで約1時間半のトレーニングを終えました。トレーニングと、空手の稽古をしたんですけども、砂地なのでね、なかなかちょっと動きにくいんですが、かなりの、ね、運動量になったと思います。もうね、空気もいいですし、またね、もう広々していて、で今日はね、そんな全然暑くないですね。多分ね、15度前後ぐらいだと思います。でやっぱりね、ちょっと曇っているんですね。で、このお天気なんですけども、気持ちよくトレーニングできました。で他にもね、たくさんの方々がね、来られていてね、サッカーのね、トレーニングなんかも皆さん長い時間されています。本当に最高ですね。もうすごく気持ちがいいです。もしモロッコにね、このラバトにお越しの方はね、ぜひぜひビーチでいろいろスポーツね、楽しんでいただきたいなと思います。波が高いんでね、サーフィンされている方もたくさんいらっしゃいますので、私もね、次回来た時にはね、ぜひね、ちょっとサーフィンをね、やってみたいなと思います。サーフィンできるね、学校なんかスクールなんかもありますのでね、体験できればいいなと思います。ということで、今からアパートメントホテルまで軽くね、走って戻りたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。Schön. Gut, Joko. Ein bisschen ins Wasser. Ja. Schön. Ja, kalt, zu kalt. Okay, Joko. Sehr schön. この人すごい。パーフェクト。What's your name? Samada. Samada? Sure. Good. Morocco. Morocco. Thank you very much. Thank you. Good. Hello. Hello. May I have your name? My name is Mehdi. 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 Mehdi, you work in here. What? Yeah. You work in here. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. And you live in Medina. Yeah. Okay. And この方は旧市街地にね、住んでらっしゃるんですけれども、こちらの海のセーフガードもされてるということです。Speak with me in English. Yeah. Oh, sorry. And you're speaking so fast. So Japanese. Sorry. And yeah, it's very beautiful sea. Ah, it's a beach. Yeah, it's a good place here. Yeah, good place. And we love Rabat. It's very beautiful place. Yeah, yeah. Together. In Sale, in Sale. The city of Rabat on Sale is a beautiful city. Yeah, beautiful city. City next to Odar. It's beautiful. Yeah, beautiful. That's it. Yeah, we come again. Yeah, we come here again. Yes. You're welcome. Yeah. You're welcome. Yeah, thank you very much. Have a good day. Thank you. Have a good day too. Yeah. You play soccer, football, football. Soccer. すごい。すごいよ。すごい。はい、go go 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 go。はいはいはい。Yeah, OK。